取り組みましたね。はい、ではね、どうやって、ダイエットするかですが、やっぱり食べないだけじゃダメなんですよ。運動しないとダメだと思うので、踏み台昇降をね、Amazon で買いました。で、このダンベル東急ハンズでね、買ってきました。大体これまあ、ダンベル運動をこうやりながら踏み台昇降することによって、1時間で、約1000キロカロリーぐらいは、消費できる計算だとになるとね、思います。じゃあ頑張ります。はい、ダンベル運動で踏み台昇降をやっています。これで1時間で、1000キロカロリーぐらいは消費できると思います。継続ですね、継続大切だな。はい、結構ねこれ続けるときついですよ。うん、1時間続けるとね、大体2時間から4時間は、やってみようかなと思います。3時間終わりました。よいしょ。ああ。